サーモンのアラでサーモンジャーキーを作ります。塩漬けです。醤油ベースのソミュール液で1日漬け込みます。1日後です。塩漬け後は軽く水洗いをして、水気を拭き取ります。燻製工程です。65度2時間燻製をします。2時間後です。燻製後は5日ほど外干しをしたら、サーモンジャーキー完成です。で、このジャーキーはアラを使っているんで、まあいろんな部位を少しずつ楽しめるっていうのはいいかなと思います。で、おすすめの食べ方ですが、まあそのまま食べてお酒のあてにするというのもいいんですが、まあ、細かく裂いてフレーク状にするというのも美味しいです。